どうも、ヌヌです。モンスターハンターライズサンブレイク続きをやりたいと思います。マスターランクのイベントクエストの全てを拳で打ち砕くために。よろしくお願いします。これ拳でどのコーナーと書いてあるけど普通に武器使っていいのかな。なんか武器を使わなくても倒せるらしいっていうのは YouTube の動画で見たような気がするけど、いかなる困難も己の拳で打ち砕いてきたが、モンスターを倒せず返り討ち無念だ。拳を使わず挑む狩猟を俺に見せてくれ。ほー。まあ武器使っていいんだね。新武器種で拳とかあったら面白いかもしれないけど。さあ次は神王が行きますか。もーらい。頑張れ私。
あれ？マジか！許さない許さない許さない！ダッシュ！なんか操作うまくいかなかったな。これ私の。なんか光ってるし、順調。いいよ、ここでチャージしてる。なんかレア素材出ちゃった。大切に使うからね。頑張れ私。ガサネギ周囲の生産可能になりました。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。